ダはピアラブです。匠組、組長代行らが関与した、強括詐欺事件で、井上国夫組長に、2億7000万円の支払い命令が下されました。この事件の主導者と、 サントリーが深い関係にありました。この事件の主導者として逮捕された松浦グループの岩本洋二さんは元プレジールの社長でリミックスポイントの筆頭株主でした。 プレジール社長の岩本陽次さんらプレジール幹部はローソンエンターメディアとの100億円以上の資金流出事件で逮捕されていました。この資金流出事件にサントリー会長の新浪さんが 関与していたと、週刊新潮が報じていました。えー、この事件ではですね、プレジールの幹部は逮捕されて懲役に行っているんですけれども、えー、そこで止まってしまったんですね。うん。えー、しかしですね、これ週刊新潮の取材などによるとですね、 えー、このプレジールの幹部たちは、えー、このサントリー会長、あサントリー社長の新浪さんからですね、えー、まあ、電話でいろいろと話をされていたそうなんですよ、うん。で、プレジールの幹部は、このサントリーの新浪社長に相談をしていたという関係があったそうなんです。うん なのでですね、この構図としましては、たく組、大田工業、神戸山口組の上にプレジール、その上にサントリーというような構図になります。ご視聴いただきありがとうございました。えー、また、詳しいリンク をですね、えー、YouTube の概要欄の方にも貼っておきますので、えー、そちらの方もぜひご覧ください。ありがとうございました。